皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。大きく曲がる高速横回転サーブを皆さんに紹介します。では早速ご覧ください。めっちゃ切れるめっちゃ切れる。おい今度あっちへ。おい、そう、早っ。でまず手順の一つ目、この大きく曲がる速い横回転サーブってどうやったらいいのかなっていうのを私はちょっと研究したんですけども、理想の高速サーブを研究しまして、で何回もやってどういう当たり方が一番よく曲がって速いのかっていうのをやった結果、このボールです。まず手順の一つ目で、このボールに対してこの真左ですね、ここ時計で言うと9時ですね、私から見て9時、9時の位置を捉えて横回転を出すと大きく曲がりやすい、でなおかつ速いサーブで大きく曲がるというのは、この位置を捉えるとよく曲がるといった結果が出ました。このボールの左後ろじゃダメなんですよね。よくかけようとして左斜め後ろ、ここを捉えます。お尻の方を捉えて横回転をかける、これも曲がるんですけど、実はここよりもこの、ここですね、真左を捉えて、ここを捉えるとギュイッと、今ちょっと大きく曲がったんですけど、真左を捉えるとより大きく曲がって、しかも速い高速サーブという感じが出せることが分かりました。サーブを出す時に皆さんの横回転サーブの出し方で、当たる瞬間が最後時計でいうと9時の部分に当たる、9時の部分を捉えるとギュイッと今曲がりました。これで速く出す、これで早く出すっていう感じですね。9時の部分なので、通常の皆さんの横回転サーブの面よりも、早く出す横回転よりもちょっと面を気持ち、私の感覚なんですけど、いつもよりももっと開けてあげる、もっと開ける感じで早い横回転のロングサーブを出すと大きく曲がるということになりますね。この手順の2つ目ですね。2つ目は今度はちょっとこの大きく曲がるときに強烈な横をかけながら早く出すっていうコツなんですけど、私の感覚ではこの手首をフルに使って、でかけながら叩くってやりますと、今タタンと速い曲がりながらの高速横回転が出ました。先ほどの手順1の面をいつもよりも開けながらボールのくじを捉える、ここですね、くじを捉えるようにしてかけながら叩くっていう感じでやると、今見たまた速くなりました、大きく曲がっています。そういう手首を使ってかきながら叩くようにすると、強烈な横回転が速く出せる、つまり強烈な横が入るってことは大きくスピンで曲がる、これが大きく曲がる高速横回転サーブの秘密だったんです。最後になるんですけど、もう皆さんの持っているサーブ、皆さんの横回転サーブの速いサーブの振り方のままで、今手順の2つのコツを意識してもらうだけで大きく曲がる高速サーブが出せます。よかったらやってみてください。ありがとうございました。めっちゃ切れるめっちゃ切れる。おい、おい、早っ。この高速で大きく曲がる横回転サーブを出すには、この真左、ボールの真左を捉える意識を持つだけで大丈夫です。厳密にはこの本当に真左を捉えてなくても大丈夫です。真左に近い位置、ちょっとその後ろでも大丈夫です。真左に近い位置をいつも以上に捉えることによって、より曲がりやすい状況を作るという感じになります。めっちゃ切れる。
い。マジごめん。おい。おい。あ、早っ。早い。